ジュジュ、昨日はすまなかった。キサキは侍女に物をやるものだと聞いたのだ。だから私も何かやった方がいいのかと思っただけだ。その方が喜ぶかと。悪かしいことをした。にゃんにゃん、そんな、にゃんにゃんが謝ることではございませんよ。主人に口答えをする召使いはおりません。工業さんにも叱られました。侍女としての分を忘れていると。だから私はいつここから放り出されるんじゃないかと不安で。私はそんな大層なものではない。侍女を置くのは初めてだから勝手がわからぬだけだ。それではまだこちらに置いていただけるのでしょうか。お主、ここにいたいのか。だってニャンニャンを一人にするのは心配ですもの。ニャンニャンはずっと張り詰めておいでです。毎日随分とお疲れでしょう。ニャンニャンが髪を染めてらっしゃることは知っています。でも私も工業さんも決して誰にも漏らしません。ですからここの中ではもっと気を抜いてくださっていいんですよ。ありがとう。